レンズがぶれないように体をこう固定してやってるんですけど、本当はもうちょっとリズムからに自分のなんて言うんだろうな、このやりやすいようにして塗るんですよね。でもこれね、皆さんがね、姉さんのこのビフォーアフターのやっぱり動画って結構あれって評判高いじゃないですか。顔出ししちゃうじゃん。いや、そうそうそう、もう見てもうね、石投げられますよ。痛いみたいな。そうっすよ。入るまで痛いみたいな。そうっすね。もう車もボロボロになるでしょ。まあまあそんな感じでね、やっぱ評判いいので、今度こそこれ動画で撮ったら絶対に皆さんね、そうですね、すごいな。もうあの画像を見て白髪抜いたらハゲるって言ってるやつ出てこいって思いますよね。そう、あのね、私はそういうふうにねよく言われてましたけど、ね、もうあのねビフォーアフター見て白髪抜いたらハゲるっていうやつ出てこいと本当言いたいですよね。まあね、その昔の迷信じゃないけど、いや迷信ですよ。あれも僕は分かってるんですよ、なんでああいう風になったかっていうのは。なんでですか、そこで一言どうぞ。いや、もう簡単です、みんな自分で自分の白髪抜いてたからですよ。あ、なるほど ね、ええ、自分で自分の白髪を抜くってことは一本の白髪を抜くのにもう確実にね、2、3本の黒髪抜いちゃうわけじゃないですか。そうですよね、それですよね、それが一番の、それが延々と続けばそれは励ますよね。うん、まあ実際にうちのお客さんでもあの前の見えているところの白髪とかは、はい、自分であの抜いちゃったりして事故ってるお客さんも何人もいるんで、はい、結局ね、そういうことになってしまうって最終的に抜いたらハゲるっていう言葉がやっぱり出てきた。だけど僕がねこうやって完璧にこう抜いても別にハゲてるお客さん一人もいませんから。てかさ、よくそこのさ白髪だけ一本一本抜けますよね。それは本当によく言われますね。よくさ、私が絶対5、6本抜いちゃいますもんね。まあ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 、自分で自分の白髪抜くのは本当にきついし、すごい。で こうやってまとまってある白髪だけの1本だけこうやって抜くっていうのもこれも本当大変な。大変ですよね。でもね、あれですよ、やっぱり床屋とか美容師さんだったらやれると思いますね。はい、私は無理だな。あ、まあね、ちょっとね、いくら細かい仕事が得意でもね、自分の白髪一本抜くのにボロッと抜いちゃうんですよ、黒いの。ブチッとか言って。あ、音がブチッと聞こえるんだもん。そうですね。